わあ、これなんか、これなんすか、この頭が刺さってる感じに見えるんですけど、マンドレイク、これやばくないですかこれ。小屋がある。ガットショーだったよ。ちょっと、ちょっと後にしましょうか。宿屋さん。また山賊来るかな。全然届いてない。あ、夢かっこいいな。逃げた。これキャンセルってどうしたらいいの。このイルのキャンセルどうしたらいいのこれ。もうイルしかないのか。当たってる。死んだ。当たってる。死んだ。これは大量ゲットのチャンスではないか。シャーラー、逃げ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 。おお、来たー、鹿祭り。やったぜ。あれ、弓矢は、あんまいか、弓矢いいや。鉄の矢。やったー、肉ー。いやー、なんか鹿肉をゲットしてこんなこと言うのもあれですが、ジンギスカンが恋しい。まだ半年も経たないのに。あー、ジンギスカンが食べたい。美味しいジンギスカンが食べたい。あー、食べたい。お勤め、ご苦労様であります。うわー、なんだなんだこれ。でかっ。こんな、あ、アロエだね。こんな、こんなになっちゃうのアロエって。話しかけてません。マンドレイクって聞くと、もうどうしてももう、もはやあれですよね。もうダンジョン飯のイメージしかないですよね。皆さん、ダンジョン飯見てますか？読んでますか？超絶大好きですね。で、その、ダンジョン飯見るまでの、マンドレイクのイメージっていうと、もうあれですよ。あの映画。なんだっけ？やべえ、忘れた。すげえ昔の映画。ルドガー・ハウアーが主人公のさ、ちょ、ファンタジー映画なんだけど、だいぶ卑猥な映画なんですけど、なんだっけ名前。あ、カジトがこっちを見ている。嫌な予感しかしない。だよな。だよな。残念だったね。今、後ろにまたお侍さんがいるんだぜ。何やってたの、あの人。あれ、先生！セテドゥンって、早く。あ、今日話しかけてませんとか言ったから怒ってんのかな。まあ、いいか。自力でやるか。隠密で後ろから俺が襲撃するってのはどうだ？がっちり見てんな、こっち。完全にこっち見てるよね。あ、来ちゃう。Pay up or else.
人相悪いな。Actually, that's the way this one prefers it. はいはいはい。お、斧出しやがったな。おどやろう。燃えな。燃えな。燃えな。当たってる？あれだ。お、結構、え、結構射程あるな。ナイス。おら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 。お疲れ様でした。いつもありがとうございます。何も持ってねえな。わあ、ありがとうございました。来てくれるって信じてた。あ、間違った。まったく物騒な世界だぜ。海が見えてきた。おお、港町に。なんか港町って聞くとさ、昔さ、ドラクエ2のさ、なんかな、ドラマ、あ、何？え？何？やだ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 、何？何？え？ああ！びっくりした！ドラクエの中ね、ドラマ、なんかラジオドラマみたいなのがあってさ、あれであの波平さんの声の人がさ、ナレーションやっててさ、なんかすげえやられてる。なんかその一行は港町ルプナガに着いたっていうセリフがあってさ、なんか港町って聞くとなんかそのセリフがいつもねよぎるんだよ。そういうのないっすか、なんか普段忘れてんだけど、なんかそのキーワードでそのちょっとその人の声でこう再生され、脳内再生されちゃうみたいな。俺にとって港町って言うともうね、港町ルプナガに着いたっていうなナレーションがもう自動再生されるんだよな。回復スキルが上がり、あーすごい、なんかこの辺ちょっとなんかなんだろう、ヘビーなのかな処理。どうした Xbox One X、4K が辛いか。ちょっとはい。海って。あれ、何それ。岩の上に何かすごいいっぱい尖ってるな。3、2、1。3、2、1。海ー、どす黒い。なんという。ああ、なんか、あ、すごい、光ってる。え？急に光ったな。なんか、もうちょっと晴天の日に来たかったな。そこ何、そこ、ちょっと離れてるとこは。お。カニか。え、海にこんなハス、え、塩水ちゃうのこれ。あれ海じゃないのこれ。海じゃねえのかな。あれっていきなり深いんだね。あれ登れない。ええー、あー、びっくりした。あー、日が、夕日が、あー、綺麗綺麗。カニがいるな。カニと遊ぶ。
わあ、いっぱいいる。ちょっと焼きガニごっこする。焼きガニごっこ。お前焼きガニな。当たってない。あの頃とは違うんだよ。あの頃とはな。焼けな。いいね。なんで2ゴールド持ってるんだお前。日が沈む。あー、ちょっとそっちの島で見たいよな、夕日沈むの。あーあー、いいですね。あー、ちゃんと日が映ってますね。沈むとこ見て終わるか今日。あーど、あー、でももう上が、あー、どうなるんだどうなるんだどうなるんだ。接したくらいで消えちゃうかな。へえ、すごい。この水のグラフィックがやっぱり、骨、ね、テクスチャーじゃないからすごい精細。あー、消えたー。そういう日の入り方するのか。おー、あ、急に急に光源が失われたね今ね。なるほどね。今だから、あ、こっちね、西の方に沈みました。今度だから東の方に行って日の出を見たいですね。東の海岸。この辺で。最東端はここかな？この辺かな？いいね。最東端目指して今度アンギャするのもありかな。ちょっとここを目指して行ってみましょうか。次回ね。マーカーを移動する。はい。アビシアン海だって。ちょっと道中すげえやべえやついたらちょっと泣いて断念するかもしれないですけど。はい。多分ちょっとここを渡れそうもないからこの大橋渡った方がいいのかな。で、多分ここを渡るぐらいで、オブリビオンゲートがあるかもしれない。あれ、これかな？奇妙な扉、これだ。こっちか。あ、ここにも。いろいろ、まあ、クエストと関係なく、ちょっとこうね、うろうろするのも、このシリーズの、楽しいとこだと思うんで。最西端はこの辺か？まあまあまあ、いいでしょ、ここで。はい。ここに渡りたかったね。ウォーターウォーキングあるけどね。いけるか、ギリ。まあ、いや、やめとこう。また今度の機会にしましょうか。はい。じゃあ、ということで今日はこの辺で。お疲れ様でした。あ、どうも。ということで、ちょっとね、銃弾、したいなと、思っておりまして、そうですね。まあちょっとここの町に立ち寄りたいっていうのもあるんですけども、まあそれはいいっしょ。で、一応徒歩で、ここから、ずーっとこっち、この街道沿いに、一応徒歩では一度は通ってると思うので、なので、まあ、一回ここまでファストトラベルしちまって、そうっすね。で、こっち行こうかなと思うんですけど、多分、
ここがあれですね、一番最初ここから出てきたんですよね僕ね。だからまあここでしょうかね。ここからこっちに向かって西の方に、西、東に歩いていこうかなと思います。で目指すのはマーカーこの間置いたんですけど、あ、ここですね、最東端。はい、ちょっとここ目指して一回歩いて行ってみたいと思います。途中でもし、あ、これ無理と思ったらもちろん引き返すんですが、はい、ちょっと一回それをやってみたいと思います。戻りをね、戻りのルートでここに行ってみようかなと、はい、思います。はい、ちょっと横断してみたいと思います。お、懐かしいですね、もうすでに。あ、誰かいるな。多分賊だよね。あ、二人いるのかな。リスポーンしてるってことなのかな。ごめんね、馬全然乗ってあげれなくて。いや、あの頃の俺とは違うんだよ。間違った。いった、届くな。やだ、振らせてから、うっ、あ、強い、くそ、当たっちゃった。お、くそ、う、う、うわ、パチコリるな。やっべ、カニまで来た。やはり逃げることになってしまうのか。薬使いたくないな。これは船着き場なのかな。あ、強い、打撃力がすごいな。なんか剣をしまった方が早く走れるって聞きました。そういえば、うわ、光ってる。ゴリ押した方が絶対いいよな。よし、まだいる？あ、カニか。レタス、野菜たくさん。ドワーフの矢だって。へえ。こんなん前からあったかな。全然気づいてなかった。確かそこに寝床があったと思うんだよな。そこでレベルアップ しましょうか。レベル上がりました。まあまたそうっすね、腕力と、あ、知力今回あんまりあれか。じゃあまあ気力、持久と上げていきましょうか。方角的には、あ、こっちの寝床の方が良かったな。方角は、あ、そうか、青いマーカーをめがけていけばいいんだけど、まあ、せっ
かくなんでここ目指しましょうかね、まずね。こうなって、シェイディンハル。はい。じゃこの道沿いに行きましょうか。あ、ちょっとその前にあれか、錬金をちょっとしとこうかな。あ、アロエってこう体力回復だったのか。いいですね。やった！お、ついにやりました。全部わかるようになりました。やったぜ。もう、やったー。これでなんか、ちゃんと、俺、錬金術師ですってこう、なんだろう、胸張って言えるようになった気がする。でも、意外と早かった。4つ解禁になるまで。モロウィンドだともっと時間かかってたと思うんだよな。